宇佐市出身で元小結垣添の雷親方や部屋の力士ら6人は合宿開始に合わせ、きょう宇佐市役所を表敬訪問しました。一方は市の職員らから出迎えを受け、歓迎セレモニーに臨みました。式では是永修司市長が、大横綱双葉山のふるさとである宇佐市で実りある合宿にしてくださいと激励し、雷親方らに手作りの看板や地元で採れた米などを贈りました。これを受け、雷親方は長年の夢だったという故郷での合宿に向け意気込みを語りました。本日はありがとうございます。宇佐市に育てていただいたというふうに自分はずっと今でも感謝の気持ちがありまして、で、まあ、相撲復旧をすることが私ができる支えや恩返しなのかなというふうにずっと思ってまして、体は大きいですけども優しいところもですね、身近に感じてもらえればなというふうに。雷部屋による初めての宇佐合宿は今月28日まで行われ、期間中は力士の稽古が一般公開されるほか、市民と触れ合う交流イベントも予定されています。